1997年マンハッタン島封鎖事件、2000年 NMC 事件、遺伝子による判断を発端としたこれらの特異な事件はそれ以降完全に沈黙した。2009年マンハッタンでその異質体は最初に確認される。混乱の鎮圧に当たったテロ対策捜査局の報告により、異質体をその特徴であるねじれからツイステッドと呼称する。同年専門捜査チーム CTI が設立される。翌2010年オーバーダイブシステムの導入により、それまでとは全く異なる捜査方法が始まる。しかしこのシステムの適用者は彼女一人だけだった。アイアーフレア、喪失の過去から目覚めた彼女に、これは私から3度目の誕生日への贈り物である。そして彼女は時のねじれに閉じ込められた人類を唯一解放できる我々への贈り物かもしれない。